サルディニア島に向かう前、彼らがレストランで食事をしていると、突然水から水へジャンプするスタンドと人間の舌に取り付いて嘘だけを喋らせるスタンドがナランチャに襲いかかってきた。だがナランチャは敵スタンドを返り討ちにし、隠れて攻撃していた敵スタンド使いの本体を探し出した。見つけたぞ、そこにいるな。なんだと。そこのおめえだよ。俺の攻撃を受けて呼吸が荒くなってるおめえに言ってんだぜ。おらよ、バカな。しまった、この広場には水がねえ。ナランチャの近くまでジャンプするための水がねえ。くらえ、エアロサメさ。ダメだ。ディッチャーノ、ディッチャーノ。これならナランチャのところまでジャンプできる水が できたろう。スクラロ、もうほんのちょっぴり予定通りではなかったが、勝利には変わりがない。俺たちの勝ちにはない。ボスの命令、そんなことはもうどうでもいい。任務が動機で奴をやるのではない。ディッツァロ、俺はお前のために奴を始末する。てめえの死体は破片も残さねえ。粉々にして償わせてやる。緩むと思うのか、これ式のことでよ。俺たちはよ、このベネチアを何事もなくみんなで脱出するぜ。それじゃあな。ブラ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 。ガッ、アホ。ドラルペア。ジョルノ、やった。かすかに息を吹き返してる。ギリギリだったが危なかったぜ。敵を倒した今が脱出のチャンスだ。このまま空港に行き飛行機をゲットする。